ある時、何も持っていないことに気づいた。幸せが詰まっていると思っていたポケットは、実は空っぽだった。そこに何を詰める努力もしてこなかったんだから当然だ。でも俺はそんなことさえわからなかった。漫然とした中身のない人生を歩いてきたからだ。そしてある日突然、自分がたくさんの時間を失っていると感じた。俺は誰とでも話せた。どんな奴とでも。でも親友はいなかった。ただの一人も。それがどういうことだか考えるまでもない。俺の人生はひどく薄っぺらいものだった。昔なじみの神戸小鳥だけが唯一気兼ねなく話せる友達だった。そう、友達だった。やり直すんだ。そして次はうまくやる。切なる願い。でも多分それはとても難しいことなのだ。みんな苦労している部分なのだ。人は自動的に幸せにはなれない。自力で幸せに歩いていかなければならないんだ。幸せって何だろう。青春みたいなことだろうか。なら青春とはなんか眩しいもの、と小鳥は言った。知るか、いちいち考えることじゃねえ、と吉野は吐き捨てた。ずっと昔、誰だかが人生の綱渡りと口にした。三人の意見はどれも正しいように思えた。眩しくて知らなくて恐ろしげなもの、難しいはずだ。それは答えがないってことだから。でもそんなものを探す旅を始めようと俺は決めた。だけど時間は残酷に過ぎていく。あっという間に夏が来て、瞬きする間に秋となる。気がつけばもう2年生だった。焦っていた。未だに俺は手ぶらのままで、なのに何をすればいいのかさえ見えていなかった。空回りばかりしていたんだ。